はい、どうも、番長者翼です。ですね、マグロ漁船の乗務員の気絶した給料について語ります。例えばね、漁船の給与明細書を持っている方はツイッターにお送りくださいませ。漁船の種類を書いてお送りくださいませ。アマゾンギフトカードと交換させていただきます。連絡先は説明欄か概要欄にね書いております。ではいきます。出漁回数が18回で、基本給が107,000円、職務給が4,200円、資格給が5,000円、食料手当が31,000円、通勤費が合計で45,200円、奨励金が172,000円、2,500円で、解禁手当が100,000円、代用手当が70,000円、給与反転停泊が2,000円、総支給額が539,000円ですね。はい、健康保険が25,000円、厚生年金が50,000円、雇用保険が1,600円、所得税が18,000円、住民手当が9,600円、社宅料費が20,000円、排除金額が127,000円、マイナス637円、差し引き支給額は411,000円ですね。はい、ただいま漁船のね、給与明細書を持っている方は漁船の種類を書いてツイッターにお送りくださいませ。アマゾンギフトカードと交換させていただきます。では終わります。